はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。パワプロ2017マイライフやっていきたいと思います。9月後半の、18日ですね。ここら辺がもうだいぶ空いてるけど、これは1日1日過ごしていくのかな。とりあえず移動していきましょう。9月19、フリー。今日は寝ますか。体力がなさすぎるんで。で20日、あ、今日もフリーだね。フリーが続くか。じゃあせっかくだからデートしましょう。こういうフリーの時にデートをしていきたいけど、誰とデートすればいいんだ。これは玉残しだな。レイちゃんとデートしよう。何かご用ですか。どこへ行けばいいんだ。全然わからん。全然覚えてないぞ。とりあえず街へ行こう。お買い物に付き合っていただけませんか。グッズショップが買い占めておかないと。大変だね、この子も。ジュエリー100万。いえ、私には必要ないですねって。いやでもさ、レイちゃんだったらさ、普通にさ100万のジュエリーしてるよね。買ってあげるって言ってもさ、俺の資産の3分の1を失うことになるぞ。高すぎでしょ。買ってあげよう。もう二度と街には来ないけどね。お言葉に甘えさせていただきますって。この人の金銭感覚どうなってんだろう。グッズを買い占めるのにさ、どれくらいかかったかだよね。だってグッズの買い占めって相当でしょ。いや、一気に100万なくなってしまった。しかもこの100万報われないからな。17本37打点4割7分2厘ミカミックス選手。よしよしよし、これは今月はもらったな。金を使いすぎてしまったからな。今日どうすっかな。普通にお出かけしようか。なるべくゆっくりとプラプラしたいね。焼肉屋とかもね、なんだかんだでお金使うからね。スポーツ治療院とか美容施設、能力研究所とか変化球ラボ。これ何、変化球が研究できるのかな。行ってみようか。ん、あんたここに用事かい。あいにくだがここの人は旅行に行ってるよって。来年には帰ってくるんじゃないかな。無駄足だったな。で月間 MVP 予想はパリーグか。おお、いつの間にかフリーも最終日になってしまった。どうする。昨日はな、無駄にしてるからな。まあゆっくり休めたっていうのはあるけど、まあ、最後ちょっとデートするか。じゃあね、あれ、大谷みーちゃんってアクセサリーデザイナーだっけ。もうたっけアクセサリー買わされたかな。安上がりで行こう。安上がりで公園にしよう。公園行くにゃって。遅いにゃ。マジか、こいつ遅刻しやがった。評価下がるのか。遅刻した理由にもよるよね。自分に過失があるんだったらそれはもうしょうがないけどさ、なんか電車がこう遅延してたとかだったら。いやでも電車が遅延してもね、連絡くらい入れるもんだよね。それは俺の落ち度だな、完全に。3位のジャイアンツ。鈴木さん、丸さん、俺か、外野は。もう完全に奥井は出なくなったね、残念ながら。バッティングのね、調子がね、ちょっと。いまいちだから。バッターは恐怖の核弾頭、要通算100号打ちました。菊地下がっていった。これは無理でしょう。俺が取ります。要ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バントか。スリーバントだ。ピッチャーの右へ。え、スリーバント。ピッチャーから一塁送球アウト。ランナー二塁に進みました。カープ先制のピンチを迎えます。ワンアウト二塁。ちょっと待って、ちょっと待って、これはいけるか。いった。
これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。いやー、だいぶ慣れてきたね。ああいう打球も。シーズン終わりになって、これは1点入るんじゃないか。野村さんがいきなり1点取られたか。おお、いいところに、惜しいな。さあ、次はランナー2塁という場面で、そしてまだピンチは続いている。これはまあ大丈夫だね。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0。さあ、まあ気持ちを切り替えて、チャンス、ピンチの後にチャンスあり。この俺が決めたいけど、タイピン B か、ちょっと厄介だな。さあ、次の投球、スクリュー。投球はこれから3球目。危ない球。おー、曲がるね、スライダー。第4球を投げました。うわ、これもスライダーか。しかも奪三振まであるのか。投げました。どうだ、これはいい当たりだ。入れば逆転だ。打球はどうよ。よしよしよし、どうっすか野村さん、打ちましたぜ。これは初回からなかなか盛り上がる展開だな。しかし、あとは抑えてくれるはずだ。2点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは上、インコースのボール、阿部、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。打ちました、三遊間、田中取った、一塁へ送る。やっぱり内野に球が飛んでくね。ランナーありません。バッターは8番小林、投げました、打った。わあ、これも大丈夫か。掴んで、これで3アウトになります。野村、この回ピシャッと3人で抑えています。うん、ちゃんと調子を取り戻してくれたね。ジャイアンツ、いや、俺の一打が効いたな。バッターから始まります。先頭バッターはピッチャー田口、速球、空振り三振。バッター、恐怖の核弾頭陽、通算105本塁打まであと5本として打った。強烈な当たり。これもただ取りました。大丈夫だね。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番片岡、これが2度目のバッターボックス。投げた、初球を打った、三遊間への。ああ、抜けたか。抜けた。片岡、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは3番、画面の角度が変えられるのか。走ってきた、直球、おお、フォアボールか。バッターは4番、ピンチを招くね、ちょっと今日は。三振。おお、しかしもう何の変化球だかわからん。これだけ見ると3回の表が終わって3対1、か2点リードは変わりません。かリードで迎える一応塁には出てますね。今日3打点を挙げています。第2球、投げた、ボール。2球目も外していきます。走ってくる可能性があるからな。そういうサインがないからさ、わかんないんだよね、走るんだか走らないんだか。第4球を投げた、これはフォアボール。ゲームは中警戒しすぎたかな。トップバッターは阿部、第1打席はレフトフライに倒れています。その後点が入ってなかったからね。これは大丈夫です。どこよこれ本当に。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番亀井、最初のバッターボックス、打ちました、三遊間のゴロ。サードから一塁送球。おお、これは記録はヒットです。内野安打になってしまったか。ストライク、空振り三振。バッターは8番小林、第1打席はレフトフライに倒れています。おお、いいね。三振、ボール球で仕留めました。野村、ナイスピッチング。ジャイアンツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー田口、初球から打ってった。あ、これはすげえ際どいところに。あ、でもアメリカ、おお、ファールか。危なかったな。投げた、ストライク、これで追い込みました。追い込んで第3球を投げました、直球低め、ボール。全力ストレート、でもそんなに球速は出ないんだね、野村さんは。投げました、直球、135キロか。3者連続三振になりました。バッターは恐怖の核弾頭陽、通算105本塁打まであと5分として打った。セカンド、これは大丈夫でしょう。菊池掴みました。これで2アウト、ランナーありません。投げました、ストライク、見逃し三振。いやー、お見事だね。最後は見逃し三振に仕留めました。5回の表が、ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターはマギー、今日はセンターフライ、打ったり当たりは、待って、これは無理だぞ、取れないよ。俺の肩を見ろ。マギー、ツーベースヒットを放ちました。
もう少し直線的なボールを投げたいよね。肩がそこまで強くないからしょうがない。強くないって言っても弱くはないからね。おお、ライトすげえ。本当にさ、外野のポジション争いが熾烈すぎるんだよ。みんなすっごいからね。絶対俺には取れなかったな。なんだかんだでピンチを招くけど、6回の裏しのぐね。攻撃に入ります。今日3打点を挙げています。外角高め、ボール、これは外れます。投げました。外角高め、ストライク。ギリギリ入れてきたか。第3球を投げました。ボール、カウンター2ボール1ストライクです。すげえ際どいところを攻めてくるな。これも危ない球。四球男か。第5球投げた。打ちました。これは切れるね。スタンドに入りました。ファーク。そして奪三振。投げた。インコース。うわ、やられた。ストレートか。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは長野。今日はショートゴロと三振。野村さんのスタミナが、おい、これもちょっと無理だよ。打球が転がっている。お願いします。中継。長野、いいバッティングを見せました。バッターはさあ踏ん張りどころだ。ちょっとスタミナがなくなってきてるからね。初球打ち、これはショート真正面、アウト。これでワンアウト、ランナーは2塁、変わりません。代打中井。あー、スタミナがなくなって完全になくなってる。交代だな。もうピッチャーバッターはトップに帰って両通算100号分塁打。なんとか。おお、空振り三振。カットボールか。右バッターボックスは2番片岡。次は4球目、打ちました。あっと引っ掛けた、これは大丈夫でしょう。フラフラ取って、これでスリーアウト。よしよしよし。巨人チャンス生かせずっていう感じだね。2者残塁。あれ俺変えられたな。見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく決勝スリーラン。本当に今日は2人とも結局これが活躍でした。決め球だったか。いいね、やっぱりこう野村さんとお立ち台を並ぶ機会が多くて、19勝、20勝は無理か。あと何試合だっけ。ローテーション的に回ってくるか。20勝してもらいたいね、野村さんにはぜひ。まあ俺がそのあれを決めるわけじゃないんだけど、今日俺投げなくていいよ。あ、今日っていうか次の日だけどさ、あと 1,2,3 試合だけどさ、日付がこうあるじゃん。ローテーションはやっぱ崩さないのかな。もう俺譲りますよ他の人に。はっきり言って野村さん20勝してもらいたいけどな。まあいいか、今日は投げていこう。5番は変わらずか。そうすると奥井が出てるね。俺が投げる日は奥井が出るのか。それはそれで嬉しいね。奥井には頑張ってもらいたい。名古屋ドームです。中日ドラゴンズ。おお、そして打席から回ってくるか。投げた。初球に送ってストライク。149キロ、シュート回転持ち。打った。これは強烈。いった。1回で一気に叩きのめすな。かわいそうだけど。スライダーとスラーブとフォークだよね。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。なんか投手っぽいのが発動してるな。スイッチヒッター藤井、ジャイルボール見送ってストライク。投げた。スライダーボール、カウントワンボールワンストライク。しかもカウントなしのところから始まるのか。ボールはライナーです。おわ奥井藤井、ナイスバッティングです。バッター2000本安打高打者。投げました。外そう。打っては来ない。カウント2ボール2ストライクです。ファールか。どうする、どうすか。よーし。平際の魔術師。なんか職人って感じがするね。どうよ、お願いします。ゲッツー。セーフか。投げました。見逃し三振。よーし、立ち上がりは上々。1回の裏が終わりまして4対0、カープ4点リードは変わりません。
奥井とはハイタッチしないのかな。2回の裏4点を追いかけますドラゴンズの攻撃。この回のトップバッターはビシエド。現在の打率2割3分ドリン。投げました。見送ってボールフルカウント。そうか、俺いつの間にかスタミナ A になったんだ。インコース低めいっぱい見逃し三振。球速も148だしね。強えな、そう思うと。投げた、打ちました、切れていきます。あ、次は4球目。三振か、高めでちょっと振ってもらおう。三振、三者連続三振。いいね、ジャイロボール。バッターは守備のかっこいいよね、ジャイロボールは本当に。ボール第2球投げた。カワちゃん用のね、選手はね、やっぱりね、オリジナルストレート持ちが強いんで。さあ4球目、膝元、空振り三振。どうよ。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。ヒット1本か。初回に打たれただけだからな。第9インコース高めストライク、まずは見送りました。第2球投げました。ボール、はっきりしたボール球、カウントワンボールワンストライク。投げました、打ちました。あ、これはちょっと上がっちゃったかな。取りました、これで3アウト。結局1塁残塁で終了です。3回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは松井、投げました。スラーブ空振り、タイミングで攻めていこう。低めで際どいところを投げました。ジャイロボール、空振り三振。5連続三振になりました。バッターはピッチャー又吉。投げた、三振ショーよ。3球目ストライク、見せてやるぜ。投げた、リーハイ空振り。第5球投げた、低めボール球打った。これは、おお、なんか怖い、ああいうボール怖いな。第6球を投げた、空振り三振、バットアウト。6連続三振になりました。ここスラーブの軌道ってバッター、龍のスイッチ。上から見るとああいう感じになるのか。投げた、外れた、ボール、カウント2ボール2ストライクです。投げました、ボール、カウントは3ボール2ストライク。これはフルカウントからやはり点火の宝刀。狙われてる、完全に狙われた。無事いいバッティングを見せました。バッター、2000本安打の好打者荒木。第1打席はスイングアウトの三振に倒れて、流し打ち、どうだ、コントロールがやっぱり乱れるね。ジャイロボールはコントロール C はあるけど、ワンボールツーストライクです。ジャイロボール、空振り三振、ボール球で仕留めました。名古屋ドームからお送りしております、中日ドラゴンズ対広島東洋カープ。ドラゴンズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。まだスタミナはいけるな。バッターは平際の魔術師大島。見逃し三振。バッターは4番ゲレーロ。現在の打率は2割4分8厘。これが2度目のバッター、打ちました。これはセカンド正面、アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスはビシエド。ここはまた落としていこう。低めの球、見逃し三振。見事ドラゴンズ打線を抑え切りました。5回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。三振か、1球スライダーを外に投げますか。あと5分としています。今日の第1打席はスイングアウト、ジャイロボール攻める、流し打ち、打たれた、落とすか、投げました、外れて、うわー、フォアボールになってしまった。いきなりフォアボールを与えてしまいました。併殺持ちだな。初球打ちました、当たりそう。これはかわいそうだが、ゲッツーだ。アウト、ダブルプレイ。バッターは8番松井。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第3球を投げました。3球目ストライク、投球これから4球目。コーナーをついていく、これ取れないか。ボールは中継、松井ナイスバッティングです。バッターはピッチャー、しかしランナーは出すけど、その後はきちっと抑える。第3球、それが俺のピッチングだ。1球外してボール、カウント1ボール2ストライク。ここはピッチャーだしね。大きく外れました。カウントは2ボール2ストライク。打ちましたエルドレッド、バックしていった。おお、マジか。セカンドから1塁送球。おお、ちょっと待って、どういう状況よ。ここまで2安打の藤井、第3球を投げた、ボール、膝元外れます。いや、これただタイピング打ってるからね。ストライク、少し迷ったか。ジャイロボールを見ろ。これは引っ掛けた、エルドレッド引っ掛けたけどさ、ちょっとポテンが多いよ。2塁ランナー、マジか。ドラゴンズ、ようやく1点を返しました。取れないか。右バッターボックスは2番荒木。さて、さらにピンチが続いてるね。チャンス F か。
これはお願いします。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。前半が終わった。カープリードで迎える6回です。まだ投げてるか。スタミナがシュートはボール残ってるから。いいところですが外れています。投げた。打ちました。よーし。チームメイトが迎えます。球がめっちゃリアルだよね。やっぱりドラゴンズこれでだいぶ楽になったぞ。自分で自分を楽にする。見逃しの三振。乗っていこう。ノリノリでいこう。ほら調子に乗ったな。奥い、おお奥い頼むよ。今の取ってくれたら今日奢ってやったのによ。取れなかったか。リプレイ出ないかな。出ないか。次がラストボール、ストライク、見逃し。しかしこの後はピシャッと抑えるよ。平田通算100号本塁打まであと5分としています。ちょっとスタミナなくなってきたか。あっと引っ掛けた、掴んでこれで3アウトになります。結構疲れそうな投球フォームしてんね。眉村と同じ投球フォームなんだよね。7回の裏ドラゴンズラッキーセブンの攻撃。バッター守備の名手ドノー、低めのボール引っ掛けた、フラフラッと上がった、サードを掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。7回8回あたりで決まってストライク。第3球スタミナがなくなりそうな気がするけど、投げたスライダー空振り、完投はできるかな。キャッチャー石原さんというところがやっぱいいんだよね。外れてボール、キャッチャー B だからね。変化球、空振り三振。バッターがない野本。ジャイロボールがやっぱりスタミナを消耗するのかな。ジャイロボール見送ってボール、これはわずかに外れています。最後は落とす。うわ、これで大丈夫か。ライナー性の当たり。この回きっちりと三人で抑えています。で、俺のところで回ってはくるけど、代打来たね。変えられちゃったね。本当に今日は大活躍でした。打って投げても大活躍だよ。5対1か勝利。12勝か。13奪三振。お、球速が上がった。今日も素晴らしい活躍だったな。なんだっけ条件がわからん。じゃあ移動しますか。で、フリーが続くとはいえあと2試合なんて、今日はもうちょっとクライマックスシリーズの直前まで行っちゃいましょう。今日は寝る、さすがに。いや投げた後は疲れるからね、寝よう。55万円か。この前なお金を給料2ヶ月分の金を使ってしまったからな散財してしまった。散財したけど懲りずにデートしよう。今日はもう町には行けない、町には行けないから、遊園地にでも行ってみる。レイちゃんって遊園地どうなの。絶対ジェットコースターはダメだよね。観覧車にしよう。彼女を見続ける、隣に座るどうしようかね。見続ける、見つめられると恥ずかしいのですが、うん、3万円安上がりだ。なんでさ、街に出るよりさ遊園地の方が安上がりなんだよ。もう遊園地はねほんと安上がりだからね。では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 、どうしようか。なんかね、こう評価がたまらないからね。他の人と遊ぶ？泉ちゃんと遊びに行くか。あ、そうか、まだこの話し方してる時か。ぶりっこしてる時だね。じゃあ食事に行く？本当前回どこに行ったか覚えてないんだけど。セレブでいいでしょ、普通の。ゆでズワイガニ。
セービ、白トリュフのパスタ13万円。こいつは給料が入ると使い出すな。あれどうなると泉ちゃんってぶりっ子やめるんだっけ、なんか忘れちゃったな。前回の嫁だったからね。じゃあちょっとお出かけをしよう普通に。カーディーラーでもまだ寮だからね、寮にいるときは確か車は持てないんだよね。総合運動場とか人がいるところに行ってみる。商店街、さあどうしようか。不動産屋は来年、雀荘とか俺全然わかんねえしな、ダーツもできないしな。ブラブラ歩こう。5万円も使ったのか、ほんと散財すんなこと。あ、いやお兄さん、例の珍味は今日も売り切れあるよ。こいつなんだっけ。おや、その帽子はカープの選手ってことをめっちゃ主張してるよね俺。帽子かぶってさ普通いかねえだろう。あ、サナちゃんだ。何ジロジロ見てるんですか。ミカミックス選手サインください。いや、サナちゃんいいね。まだ電話番号はあれかもらってないか、出会っただけっていう感じだね。あれで今日が移動してのフリーの夜か、じゃあちょっと送りと汗を流しますか。試合前に動いておきましょう。で、お土産レーズンサンド、さて大丈夫だよね、奥井と練習して。もう登板日はないからね、この体力で乗り切れるでしょう今シーズンは。おお、大瀬良さんのやる気がなさすぎる。横浜1点取られた。1点を追いかけます。取ったのか。ベイスターズの攻撃、トップバッターは梶谷、打ちました。ショート正面、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番倉本、めっちゃ先行してるな。変化球、フォアボールか。ストレートのフォアボール。第3球を投げました。これは引っ掛けた。フラフラッと上がった打球はサードフライ、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第3球を投げました。あっと引っ掛けた。セカンド後方だ。大丈夫か。余裕があります。スタンバイ OK。 取りました。これで3アウト。1回が終了しまして1対2。回の表、これからカープの攻撃に入ります。俺からか。投げました。これはよーし。高めのねストレートはすげー狙いやすい。2回の裏、2点を追いかけますベイスターズの攻撃。もうこうなんか気楽に試合ができるね。これは大丈夫です。取りました。優勝も決まってるからね。ありません。バッターは6番宮崎。あとは一つ一つ記録を伸ばしていくと。左横のフライになりました。ファーストが取るのか。これで2アウト、ランナーありません。バッターはバントの名手石川。直球外れた。フォアボールがちょっとね出るね。投球これから2球目、打ちました。1、2塁間の打球。おっと、菊池さん、さすが。ファーストランナー残塁。2回の裏が終わりまして、おお、1点ずつ取るね。今日乗ってるね。リードで迎える3回です。第9球、あ、しまった。初球打った、右中間へ持っていきましたが取ってアウト。3アウトチェンジ。3回の表が終わって3対0。カープこの回ベイスターズこの回の攻撃は、そうか、ルイには出してるけどヒットは打たれてないのか。空振り三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。投げた、打ちました。引っ掛けた。フラフラッと上がった打球はファーストフライ、掴みました。
これで2アウト、ランナーありません。打った、1、2塁間の当たり、荒井そのままベースに入って3アウト。横浜スタジアムからお送りしております、横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ、序盤終了しまして3対0、ベイスターズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。バッター頼れる助っ人、打ちました、これも大丈夫大丈夫大丈夫、オッケーです。取りました、これでワンアウト。ちょいちょい飛んでくるな今日は。左バッターボックスは4番筒香、第1打席は内野フライに倒れています。内角低め外れてフォアボール、大瀬良ストレートのフォアボールを与えます。投げた、打ちました、これはちょっと待ってきついぞ、これはきつい、これはヒットになります。ボールは中継、桑原いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまう、さあここ乗り切れるか、これもちょっと取れるか、よしよしよし、これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。打った、いい当たりだ、待って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 、まあまあまあでも大丈夫か、今日よく飛んでくんな。大瀬良、5回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは戸柱、最初のバッターは初球から打ってった、ショート前方です、ショートを掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。強烈なライナー性の打球っていうのは来ないからね。ライトの右ヒット、うーん取れなきゃ、ナイスバッティングです。打順は1番に帰って梶谷、しかし今日はショートボート打った、ショート左横のフライになりました。抑えれば何の問題もない、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げた、打ちました、1、2塁間抜いていった、3塁までは走られないよね。いいバッティングを見せました、ピッチを広げてしまいました、踏ん張りどころか、おおこれは取れないか、ちょっと今ボールを見失わなかった、ベイスターズようやく1点を返しました、やばいなこれは。ロペスタイムリーツーベース、カープ長打が出れば同点だぞ、ボール見失ってるよね。ツーアウトランナー二塁三塁となりまして、お前フォローしろよって感じだけどさ、あーマジか、しまった、間違えた、あれ今の別にさ俺のせいしょうがないよね、えしょうがなくない、いやなんかボタンを押しちゃって飛びついちゃったんですよここで余裕だな。ツーアウトランナー二塁となりまして、桑原第6球を、さらにまだピンチだからね、これで抑えておきたい、投げた、おーっと大丈夫か、バッターは7番石川、満塁だぞ、これはお任せください、取ってこれで3アウトチェンジ。5回までが終了しまして3対3、いやーやっぱり絶不調っていうところがね厳しかったかな、ゲッツーだけを避けたいところ、取りたいけどすげえ厳しいところに来たな。次の投球、よしとれよ、強い当たり入れば勝ち越した、伸びた、レフトセンター見送った、ホームラン、大寺さんに負けはつけさせない、ツーランホームラン、今日これが2本目のホームラン、なかなかいい試合だ、あれ変えられた俺おー、なんとか勝ったね、本当に今日は大活躍でした、俺のホームランがなければ負けてたと言っても過言ではないんじゃないか。17勝、勝ち越しだ、さてそして今日が最後の試合ですね、今年は優勝という素晴らしい結果でシーズンを終えることができた、クライマックスシーズン日本シリーズが控えている、よしヘーゲンズ菊池さんとかちょっとやる気を失っている、横浜スタジアムです、こういうもう最終戦とかってさどういう気持ちで挑むんだろう、プロ野球選手の人たちは軽い気持ちで挑むのかな、
それともやっぱり打ちました、ピッチャー返し、うわーマジか、これすっげえリプレイには出なかったけど、投げました、変化球、マジ尊敬するわ、もう最後は空振り三振、あの守備。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。ウィーランド、全然わからん、投げました、全然わからんけど、これ入れば先制だ、さらに先制弾をお見舞いしてやろう、イエーイ、手は抜かないぜ。記録をね伸ばせるからね。2回の裏、1点を追いかけますベイスターズの攻撃、打った三遊間の当たり、これも大丈夫だね、これでワンアウト、ランナーはありません、バッターは5番桑原、カットボール、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました、投げました、打ちました、レフトの左、ヒットになります、際どいところに飛ぶね、ボールはセカンドへ、宮崎ツーベースヒット、カープ同点のピンチを迎えます、ただ2アウト、おお、お見事、最後はキレのある変化球、すげえ、この緩急をつけてるんだな、3回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります、先頭バッターが打ちました、ファースト真正面、新井そのままベースに入ってアウト、バッターはピッチャーウィーランド、投げました、打ちました、うん、これもまたレフト先行、間に合うか、打球が上がっていきますが掴みました、これで2アウト、ランナーありません、打順をトップに返って梶谷、最初のバッターボックスはファーストライン、空振り三振、カーブか、最後はキレのある変化球、カーブ、ストレート、これから中盤4回に入ります、第9、それでやっぱり緩急をつけたピッチングをしてんだな、ジャストミー、これは宮崎、うん、ライナーか、ベイスターズこの回は2番からの好打順、トップバッターは倉本、打ちました、セカンド正面、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません、バッターは頼れる助っ人ロペス、今日の第一打席、おお、バッターは4番筒子、デッドボール、通算150、打ちました、あっと引っ掛けた、フラフラッと上がった、取りました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません、投げました、打ちました、いい当たり、待って、桑原ナイスバッティングです、カープ同点のピンチを迎えます、これはまあ普通にセンター前っていったところだよね、ランナー2人を置いて迎えるバッター、守備を気にするからね俺のせいにならないかっていう、レフトへのフライになった、取りました、これで3アウト、カープこの回5回の裏、1点を追いかけますベイスターズの攻撃、打った当たりだ、ボールはライナーで大丈夫です、危ない取り方だったけど、ランナーはありません、バッターは8番戸柱、最初のバッターボックス、打った打球は三遊間へ、一塁へ送る、アウト、内野は無理だな、本当に無理だよ、バッター一瞬の判断だからね、打ちました、初球打ち、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ、ヘーゲンズ下位打線を三者凡退、お、ルイ2は出てる、鈴木さん現在の打率は5割2分8厘、一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ、第2球投げた、2球目空振り、154キロ出るのか、まさきは141だったけど、高めボール球打った、ボール球だったね、取りました、ボールは中継、これで2アウト、ランナーはベイスターズ、この回は打順よく1番からの攻撃、だからな、先頭バッターは梶谷、打ちました、引っ掛けた、セカンド前方のフライになりました、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません、ピンチヒッターはゴメス後藤武俊、投げた、打ちました、ショート右、大丈夫か、本当ショートから一塁送球、アウト、意外に全然ボンダだったね、これで2アウト、ランナーありません、投げた、変化球、空振り三振、横浜スタジアム7回の裏、ベイスターズラッキーセブンの攻撃で、ボールが先行してるけど、打った流し、阿部ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト、投げた、高め、空振り三振、高めの変化球でスイングアウトを取りました、打ちました、レフト方向へ持っていきましたが、取ってアウト、全然大丈夫、スリーアウトチェンジ今日2回やってるね、三者凡退、俺も投げ込みたいな、リードで迎える8回です、ちょっとここはね点を取っておきたいね、本当にここで点が入ればな、だいぶピッチャーも楽になると思うんだけど、見送ってボール、カウントワンボールワンストライク、第3球は
どうだ、打ちました、痛烈、打球はそのまま伸びていく、よし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 、ここでのさあ2点はでかいでしょう。なかなか縁起のいい77号だね。ストレートを狙い打ち、今チームメイトが迎えます。どうだ、さらに1点の追加点。これからベイスターズの攻撃に入ります。バッターストレート、外れてフォアボールか。いきなり歩かせてしまいました。投げた、見逃し三振。おお、代打は関根。第3球を左に弱いのか。打った、引っ張った、ライナー、これはクリーンヒット。ちょっと踏ん張りどころやね。セーフ、二塁はセーフ。関根、いいバッティング。投げました、空振り三振。バッターは守備から出場のシリアコ。投げました、打ちました、フラフラッと上がった、セカンド落下点、かん掴んで、これで3アウトになります。もう一回投げれば2者残塁。あ、そうだね、3本しかヒット打たれてないし。カープリードで迎える9回です。今日3打点を挙げています。初球を打ちました、高めだったけどさちょっと人伸びないか。ベイスターズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。バッターが対応で打ち、スタミナが切れてきたけど、あと2人、三振。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。なるべく投げました、打ちました。菊池、ボールを掴んだ。セカンドから一塁送球。平原図、完封勝利まであと1人。スタミナがないけど、ここを打たれなければ、あ、打たれたか。これも変えられるな、多分。これはヒットになります。打球が転がっている。二塁打を打たれてしまったからね。ピッチャー交代です。さあ、ここは第2球、投げた、打ちました、セカンドライナー、試合終了です。カープ見事勝利です。5対0。さて、今日のヒーローは勝利投手の平原図。まあね、本当はね、完封を目指したかったんですけどっていう。11勝。結局さ、うちの投手陣ってみんな何勝してんの。武田勝利すげえ多そうだな。ちょっと球界データを見ましょう。チームデータ、チームデータじゃなくて記録か。投手ランキング、これは何で載ってんだ。防御率で載ってんのかな。16勝19勝17勝11勝。で、俺もだっているっしょ。12勝でしょ。で、野手ランキング、鈴木さんすごいよね。長期離脱してたとはいえさ、この数字だからね。で、本塁打的には圧倒的だな。まあそれはしょうがないんだけどね手動でやってるから。じゃあちょっと、クライマックスのところの直前8日まで行けばいいのかな。あ、ローテーションが変更された。じゃあちょっとここら辺はクライマックスシリーズに向けて練習していこう。あ、ちょっと待って、おお、マークされてんのか、ここに来てか。練習しないとね。そうすると、で、さすがにこの体力のままいくとまずいから、どっかで休息を取って、なるべく直前に休息を取りたいね。明日休むかってことは今日はデートをしよう。こういうのも必要だよ、オンとオフの切り替え。公園に行こう。ゆっくりしよう、金はかけずに。公園に来るような、なんか格好じゃないよね、でもレイちゃんで、寝ると。で、8まで行くのかな。9月 MVP よし。オーナーの評価が上がるのか。お、オフシーズン必要ないです。
2017年シーズン1位という最高の結果だった。クライマックスシリーズで負けては元も子もない。まあそうだよね。全日程が終了しました。タイトル、本塁打、打点、ベストナイン、 MVP 新人王、以上です。おおすげえ、超ファンが増えたんだけど、すげえ一気に増えたんだけど、どういうこと？というところで、じゃあ、次回はクライマックスシリーズですね、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。